ザメルタイは、ジェームズ・ SA ・コーリーの小説シリーズ、ザ・エクスパンスに基づく、アメリカ合衆国の SF テレビドラマシリーズである。マーク・ファーガスと、ホーク・オスト・ビーによって制作され、シーズン3まで、サイファイチャンネルで放送された後、シーズン4から、アマゾンビデオで配信されている。23世紀、人類が太陽系中に植民した未来を舞台とする。 人口300億を抱える地球及び月は国連により統治される。火星は軍事体制をしく独立した共和国であり、火星と地球はこの数十年間冷戦状態にある。両内惑星に支配される小惑星帯ではベルターの非公式な軍事組織オーパが独立を模索する。ベルターの主な居住地はケレス、エロス、フェーベ、宇宙船建造に特化する。 ティコステーション、農業に特化するがアニメでである。地球、火星、そして小惑星体の三極間の危うい関係が描かれ、国連幹部のクリス・ジェム・アバサララ、小惑星体のジョー・ミラー・ケジ、そして宇宙船乗りのジム・ホールデンら乗組員たちは、太陽系と人類の危機を回避しようとする。シリーズは、アルコンエンターテインメントが制作して年月日から、 サイファイで放送が始まり、シーズン2は2017年2月1日から放送された。2017年3月、サイファイは13エピソードからなるシーズン3の制作を発表した。シーズン3は2018年4月11日から放送された。2018年5月、サイファイはシーズン4以降放送しないと発表したが、 Amazon ビデオが10話からなるシーズン4を継続すると発表した。シーズン4は2019年12月13日に全話配信された。シーズン5は2020年12月16日から3話が一括配信された後に毎週1話ずつ配信された。2020年11月最終シーズン6の制作が発表され、2021年12月10日配信予定である。 原著者のジェームズ・エース・エイ・コーリーは、ダニエル・エイブラハムとタイ・フランクの合作のペンネームであり、二人はプロデューサーを兼ね、いくつかのエピソードの脚本も執筆している。日本ではネットフリックスが、ネットフリックスオリジナルとして、シーズン1とシーズン2を独占配信したが、2018年9月30日をもって配信停止された。 2019年2月8日より、アマゾンビデオが日本を含め、全世界でシーズン1から3までを配信し、シーズン4以降も世界同時配信されている。原作リバヤさんは X に基づき、最終話の現代もリバヤさんは X となっている。小惑星帯の純惑星、ケレスのジョー・ミラー刑事は、行方不明となった若い女性ジュリー・マウを創作する。 国連幹部のクリス・ジェム・アバサララは、冷戦中の地球と火星の間の戦争勃発を避けようと努力する。交流運搬船カンタベリー号の副長、ジェームス・ホールデンとナオミ、アレックス、エーモスら乗組員たちは、謎のステルス艦に自戦を破壊され、救助された火星艦も、同じ型のステルス艦に破壊されて、火星の護衛艦たち号に乗って逃げる。 ティコステーションのフレッド・ジョンソンの助けで、タチ号をロシナンテ号と解明し我がものとする。フレッドの依頼で、ジュリーが乗っていたスコピリ号を探し、未知の有機物に覆われたステルス艦アヌビス号を見つけて破壊する。過去、ジュリーは謎の物質プロト分子をフェーベからエロスに運ぼうとしていたアヌビス号を妨害しようとして失敗し、エロスに来たことがわかる。 ホールデンとミラーはエロスで有機物に覆われて死んだジュリーを見つける。ジュリーの父魔王の手下の科学者はエロス全体でプロト分子の培養実験を行うが制御不可能となる。ホールデンとミラーはエロスからロシナンテ号で脱出する。原作キャリバン SO に基づき最終話の現代もキャリバン SO となっている。地球と火星の間に不信が高まる中、 プロト分子に占拠されたエロスの破壊が試みられる。エロスは人類の技術を超えた加速度で地球に向かうが、ミラーの命を落とした行動で金星にコースを変えて衝突する。小惑星大人は危機を利用して独立を図り、ティコステーションのフレッド・ジョンソンは国連がエロスに向かって発射した核ミサイルを手に入れる。ガニメデでは危険な生物型兵器が出現して、 地球軍と火星軍の間に戦闘が勃発し、火星軍の兵士、ドレーパーのみが生き残る。国連事務総長次長アーリン・ライトと結託するジュリー・マウの父親のプロトジェン社が、プロト分子と適合性の高い子供たちを用いて、生物型兵器を開発していたことがわかる。アバサララは、地球と火星の全面戦争を避けようとしてドレーパーと、共に、マウの船に乗り込む。 ロシナンテ号はガニメデに向かいプロト分子を始末しようと、するが、プロトジェン社の研究者は子供たちを連れて逃げる。ナオミは密かに、プロト分子のサンプルを、フレッド・ジョンソンに渡す。原作アバデン・エス・ゲートに基づき、最終話の現代も、アバデン・エス・ゲートとなっている。アーリン・ライトの作望で国連と火星は、全面戦争となる。アーリン・ライトは、 マウと組んだ陰謀の罪を着せて、アバサララを殺そうとする。ロシナンテ号はイオに向かう途中、アバサララとドレーパーを救い、アーリンライトの陰謀の証拠を公表する。ジョンソンは火星に向かう地球の核ミサイルを破壊する。イオで、ロシナンテ号の乗組員たちはプラックスの娘を救い出し、マウを捕らえる。アーリンライトは逮捕され、エステバンは辞職し、アバサララが後継となって、 停戦を呼びかける。ティコステーションのフレッド・ジョンソンの右腕のドラマーは、ノーブー号を回収して、ビヒモス号と名付け、艦長となり、ナオミを主任エンジニアとする。オーパーから副長としたアシュフォードが送り込まれる。金星から飛び立ったプロト分子の集合体は、天皇星付近で、リング状の巨大な構造物を作り、ロシナンテ号、ドレーパーの乗る火星艦。 エスタバンの友人で牧師のアンナの乗る国連艦、ビヒモス号が調査に向かう。マウの娘のクラリッサは、偽名で国連艦に乗り、テロ事件を起こして、ホールデンの仕業に見せかける。ホールデンは、ミラーの幻から指示を受け、国連艦の攻撃を避けて、ロシナンテ号をリングに入れ、国連艦、火星艦、ビヒモス号が後に続く。リングは、すべての艦を捉え、 急激な減速で死傷者が多数出る。アシュフォードはリングが全人類の敵だと考え、リングを攻撃する。ホールデンはリング中心でビジョンを見せられ、仲間たちと協力して攻撃をやめさせて人類が敵でないことをリングに示す。リングは全艦を解放し、1300もの天体系へのポータルを開く。原作志望ラボンに基づき最終話の現代も、 死亡ラボンとなっている。未知の危険を恐れる国連と火星とオーパーは共同でリングを封鎖するが人類の一部は新世界への植民を望んで製造となる。ガニメデからの避難民が封鎖をすり抜けニューテラとも呼ばれるようになったリチウムの豊富な惑星イーロスに到達する。だがイーロスには未知の巨大な構造物が存在する。地球では 国連事務総長となったアバサララがホールデンに、ロスの調査を依頼する。アバサララは、封鎖により、リングをくぐれず、襲撃されて地球に向け暴走した、植民戦の激強を命じ、ナオミの元恋人で、ベルタ、過激派のマルコイナロスの逮捕に失敗して、失点を重ねる。再任選挙では、積極的な植民を訴えるガオの挑戦を受けて、敗れる。 火星に戻ったドレーパーは除隊となって犯罪グループに加わり火星とベルターが結びついた陰謀に関わるリング付近ではメディナステーションを基地としてドラマーとアシュフォードが封鎖を行いベルターの海賊船を取り締まるマルコは追ってきたアシュフォードを殺し火星の技術でステルス偽装した小惑星を地球に向けるイーロスでは ベルター移民と国連の主元企業すがリチウムをめぐって対立するところにナオミの戻ったロシナンテン号が到着する。ホールデンはミラーの幻を見続ける。プロト分子が軌道上の全宇宙船のリアクターを停止させて落下危機に陥らせ古代の建造物が覚醒して大災害を引き起こすとともに土着の生物が人類を襲う。ミラーは プロト分子を停止させて、宇宙船と、人々は救われる。原作、ネメシス・ゲームズに基づき、最終話の現代も、ネメシス・ゲームズとなっている。新国連事務総長ガオは、リングの向こう側へ、植民政策を進め、火星や小惑星帯では不景気が広がる。月に左遷されたアバサララは、マルコ・イナロスがステルス偽装した、小惑星を地球に向けたことを訴えるも、 聞き入れられない。ドラマーは、アシュフォードの敵を撃つために小惑星隊で、マルコを追う。ホールデンは、ティコステーションで、ロシナンテ号を修理させ、他の乗組員たちは各所に散らばる。ナオミナガタは、息子、フィリップを、全部マルコから救い出そうとして、パラスに行く。アレックスは火星に戻り、アバサララの依頼を受けたドレーパーに協力して、火星軍からベルタ。 えの軍事技術の流出を調査する。エーモスは地球に戻り、故郷ボルティモアで過去と対峙した後刑務所に、クラリスサマウを訪ねる。マルコは小惑星を地球に落として、甚大な被害を与え、ガオやアバサララの夫も死ぬ。ハイカにティコステーションを襲撃させて、フレッド・ジョンソンを殺しプロト分子のサンプルを奪う。フリーネイビーを名乗り、密かに火星の軍艦を入手して、 小惑星隊の独立トリング及び向こう側の宇宙の支配を宣言する。ドラマーも不本意ながらフリーネイビーに加わらざるを得ない。アレックスとドレーエッパーはレーザーバック号で火星軍艦の取引を目撃する。ナオミはフィリップに捕らえられ、マルコの船に監禁される。マルコはナオミをおとりにしてロシナンテ号を破壊しようとし、ナオミは必死に抵抗する。ホールデンは ロシナンテ号でプロト分子を盗んで逃げるズミヤ号を追うが、目の前でズミヤ号が爆発する。アレックスとホールデンはそれぞれナオミ救援に向かう。月には国連幹部が移動し、新任の事務総長がパラスを攻撃して民間人の犠牲を出した末に不信任され、アバサララが帰り咲く。地球ではエーモスとクラリッサが小惑星に破壊された刑務所から脱出し、 エーモスの旧友のギャングの協力を得て、シャトルで月に向かう。ロシナンテ号は、フリーネイビーの艦隊に囲まれるが、ドラマーの裏切りで救われる。ナオミオとレーパーが回収するもアレックスは死ぬ。エーモスとクラリッサが月で、ロシナンテ号に加わる。プロト分子を供与された火星群の一部は、マルコと組リングを防衛する、地球艦隊を攻撃する。トーマス・ジェーン。 スティーブン・ストレート、キャス・アンバー・ドミニク・ティッパー、ウェス・チャ・サム、ショーレ・レア・グ・ダ・シュル・フランキー・アダムス、フロレンス・フェーブル、チャド・コールマン・キャラジー、エリザベス・ミッチェル、デビット・ストラザーン、S1 より登場 S2 より登場、S3 より登場 S4 より登場 S5 よ,より登場。ありがとうございます。